皆さん、こんにちは。こんにちは。船橋市児童ホームです。今日は小学生のみんなが一人でもお家の人と一緒にでも楽しめる簡単な遊びをご紹介したいと思います。はい、今回ご紹介する遊びはハンガータワーです。用意するものはハンガーとそれをかけることができる棒のようなものです。今回はこのハンガーラックを使用します。それではハンガータワーのルールを説明します。まずハンガーを一つ目をかけます。そのハンガーにまたハンガーを一つずつかけていきます。こうやってかけていって何個ハンガーがかけられるかをチャレンジしてください。ただしかけていったハンガーがバランスを崩してこんな風にくっついてしまったらチャレンジはそこで終了です。バランスを見てくっつかないように気をつけてかけていきましょう。みんなもチャレンジしてみてね。先生の記録を超えられるかな。以上、お家で楽しめる遊びの紹介でした。一人で家族で楽しんでみてください。またねー。